海上自衛隊の次期潜水艦用に、日本が VSL 搭載実験潜水艦建造を計画しているとの情報をキャッチしました。今回は、この VSL 搭載実験潜水艦建造計画を詳しく見ていきますね。通常動力型の攻撃型潜水艦となり、トマホーク搭載も視野に入れているとのことです。射程は、なんと、3000キロとの計画もあるようです。日本の潜水艦は、最強になりますね。エンジンとバッテリーのハイブリッド方式にも、興味があります。2022年11月現在、日本の海上自衛隊に、すでに配備されている最新鋭の潜水艦は大芸型であり、今年3月にネームシップであり、かつ、一番艦である大芸が、神奈川県の横須賀基地に、就役を果たしている。大芸は、基準排水量約3000トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートルの艦体を持ち、その規模艦は、通常動力型潜水艦の中では、世界でも、最大のクラスに挙げられる大きさとなっている。この、大芸も、前級である、そう、流型の後期型と同様に、機関部には、ディーゼル機関とモーターとリチウムイオン蓄電池の構成が採用されており、外観デザイン等を含めて、キープコンセプトでまとめられている。主兵装に関しても、大芸は、従来の海上自衛隊の潜水艦と同じく、艦首部に装備された、533mm、魚雷発射6門から、国産の18式超魚雷や、対艦用のハープーン巡航ミサイルを運用する、攻撃型の潜水艦となっている。大芸が、今年3月に、就役をしたことよって、防衛計画の大綱で打ち出されていた、潜水艦隊22隻体制の構築が一旦果たされた形とはなっているが、今の日本の置かれた安全保障環境の悪化を鑑みれば、さらなる強化が望まれている。しかし、2021年にオーストラリアがアメリカ・イギリスとの間にオーカスという新たな軍事同盟の締結を行い、それに伴い、アメリカもしくはイギリスから、攻撃型の原子力潜水艦の調達を打ち出して以降、日本でも議論が噴出している。それは、オーストラリアが見せた、大きな、軍事的、政治的な方針転換に倣って、日本も、同じように、攻撃型の原子力潜水艦の保有を検討すべきだという意見であり、これまでの日本の潜水艦の常識を覆すものと言えよう。通常動力型潜水艦に比して、強力な力を発揮する原子力を推進機関に据える原子力潜水艦は、連続潜航時間や距離、また、水中の航行速度が飛躍的に優れており、その優位性は、改めて語る必要もないほどである。また、例えば、アメリカ海軍の最新鋭の攻撃型原子力潜水艦であり、オーストラリアが調達する可能性が高いと目されているバージニア級は、就役から退役までのおよそ30年以上を、核燃料棒の交換なしで、運用が可能とされている。原子力潜水艦は、機関によって、艦内に必要な、水と酸素を供給することが可能であるため、食料等や乗組員の負荷を抜きにして考えた場合には、バージニア級の連続潜航時間は、驚くほどに長大であり、通常動力型では対抗し得ない。ただ一原子力潜水艦がよくできた、通常動力型潜水艦に劣る、可能性が指摘されているのは、一度稼働させた原子炉は、停止することが困難であるため、その稼働音を含めた、静粛性においてであると、一般的には認識されている。まあ、そうした機能面以外でも、大芸は、建造費用として、およそ800億円と言われているが、原子力潜水艦は、少なくとも、
一隻あたりの建造費はおよそ5000億円とも言われており、少なくとも5倍以上のコストが必要になる可能性が高い。このあたりは、オーストラリアが実際にアメリカもしくはイギリスのいずれから原子力潜水艦を調達することとなるのか、その決定を待って、正確な建造費が示されるのかに留意する必要はあるが、決して安価ではないだろう。日本の今後の潜水艦をめぐる昨今の議論は、このような攻撃型の原子力潜水艦をめぐって白熱しつつあるが、今年2022年の秋には、また、別のアプローチを行うことが報じられ、新たな潜水艦が、実験用に建造される可能性が浮上している。大手マスメディアの一角である読売新聞等が報じた内容によれば、日本政府は現在推進しているスタンドオフミサイルの配備の一環として、長距離の対地攻撃能力を有する潜水艦の実験艦の検討を始めているという。現在の日本政府が進めているスタンドオフミサイル構想においては、陸上自衛隊がすでに配備している12式地対艦誘導をベースとして、その射程距離や発射母体となるプラットフォームの多様化が推進されている。具体的には、現行の12式地対艦誘導が陸上の装輪式車両に搭載され、最大射程距離がおよそ 200km 弱とされるのに対して、その能力向上型は、航空機搭載型や艦艇搭載型を加え、射程距離は一気に 1000km 超を目指している。この12式地対艦誘導の能力向上型は、最終的には最大射程距離でおよそ 1500km までの延伸を視野に入れているが、開発を前倒しに進めている現状でも早くとも、その実戦配備は2026年になると考えられている。昨今は、この12式地対艦誘導の能力向上型の実戦配備まで、現在の2022年から4年後の2026年となることのギャップを鑑み、その代替兵装として、アメリカからトマホーク巡航ミサイルを調達して、急場をしのぐ案が報じられていた。アメリカ海軍の艦艇において、あまねく主要な兵装として搭載されているトマホーク巡航ミサイルは、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦やタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦などの水上戦闘艦は、もとより攻撃型潜水にも用いられている。前述したように、現時点ではオーストラリアが調達する可能性が高いと目されているバージニア級攻撃型原子力潜水艦だが、その主兵装にもトマホーク巡航ミサイルは搭載されており、高い対地攻撃能力が特徴だ。バージニア級は、水中排水量が7800トン、全長が 114.8 メートル、全幅が 10.4 メートル、喫水が 9.3 メートルの大きさを持つが、533ミリ、魚雷発射4門とは別に、トマホーク巡航ミサイル専用の VLS を12機装備している。これによって、バージニア級は、533ミリ、魚雷発射から運用される、長魚雷やハープーン巡航ミサイルの38発分とされる搭載数を損なうことなく、対地攻撃能力を、トマホーク巡航ミサイルによって獲得している状態である。イギリスのアスチュート級原子力潜水艦がそうであるように、トマホーク巡航ミサイル自体は、533ミリ、魚雷発射艦からの運用も一部の形式では可能であるが、今回の実験艦においてはバージニア級同様に VLS の搭載が検討されているようだ。日本のこの潜水艦の実験艦は来年度の2024年度からの設計への着手が見込まれているが、建造を終えてその調達の可否が判断されるには少なくとも10年前後の期間が必要と見さされるため、まだまだ時間はかかる。
一部の日本の軍事専門家の間では、仮にトマホーク巡航ミサイルを日本が調達し、これを現段階では実験艦である潜水艦に搭載することになっても、その有用性に疑問を投げかける言説が少なからず見受けられる。これはトマホーク巡航ミサイルにせよ、十二式地対艦誘導の能力向上型にせよ、今訴状に挙げられているこれらのミサイルは、射程距離こそ 1000km 超えは確実にせよ、速度は音速に過ぎないとの指摘を生んでいる。しかし、現状では、すでに中国軍が装備する各種の巡航ミサイルや中、長距離の弾道弾に、射程距離で対抗可能な兵装を日本は有しておらず、その意味においては、トマホーク巡航ミサイル等の配備を検討することは無意味とは思えない。また、今回の実験艦に VLS を搭載する可能性があるという件に関しても、すでに昨年2021年末には、十二式地対艦誘導の能力向上型を重兵装として潜水艦に装備する件が報じられていたこともあり、急遽開始された取り組みとも言えない。ただし、アメリカ海軍で、すでに、攻撃型潜水艦の VLS から運用されている、トマホーク巡航ミサイルと異なり、十二式地対艦誘導の能力向上型の場合、水中から発射するコールドローン地の技術開発も、自前で必要なことは容易ではないだろう。